ハービンジャー牝馬最後に登場いたしましたのはクラブおなじみディープストーリーの4番子。母は芝の中距離を主戦場に2勝を挙げましたが、本番も馬体を見ていただければお分かりのように母の母習字と似通ったシルエットでございますので、母と同じステージが活躍の場となりそうです。小柄な現状ですが、母も最終的に440キロ台でレースに出走、また芝 2600m で2勝を挙げております。現在活躍中の兄ビーマンオーシャンも11開始時は410キロでしたが、現在は490キロと成長しておりますので、サイズに関しては心配いらないと見ております。予託先である斉藤隆助教師からは、ヒンドゥータイムスをはじめハービージャーサンクとは相性が良く、とても楽しみですとお言葉を頂戴しております。本場の未来にどんなディープなストーリーが待っているのか楽しみでなりません。